第2試合ウェルター級2回戦を行います。青コーナー、アメリカボディショップフィットネスチーム所属、180cm、68.5kg、ビンス・オーティーズ。赤コーナー、ゴキタジム所属、173cm、69.9kg、世界ウェルター級3位、および各大会ウェルター級2位、遠藤裕介。続いてもリミット70キロウェルター級の戦い。この戦いは5分2ラウンド制で行われます。画面赤コーナーがゴキタジム遠藤裕介、対する青コーナー初参戦となりますビンス・オーティズマ。ほとんど彼のデータはありません。遠藤選手もその試合映像は多分見ていないでしょう。この戦いは5分2ラウンド制で行われます。グローブを合わせる両者。さあ三木さん、はい、出直しの戦いっていう言い方できますね。そうですね、まあ、本来なら第2試合に出てるような感じじゃなくてもっと上の方で出すとおかしくないんですけどね、はい、遠藤選手はね。左、今いい左入りましたね。でもスタンドでの決着ありえるんじゃない、まあ相手のね、このオーティーズ選手のことでわからないんでデータが、ね、どれくらいスタンドがいいかなんですけど。朝日さん、今お話もありましたけど三井さんから左が2つ入ってます ね、 そうですね。僕も相手の選手のこともよくわからないんですけど、はい、十分あると思います。うん、踏み込みが全然違うんで、あ、そ1個崩しが何かあればもっと入るんじゃないかと、はい、そう今みたいに 2つつなげるとか、はい、なるほど。関根さん、もうでもその未知な選手で怖いっていうのをもう超えちゃってますね、遠藤の方が。そうですね、もうなんとなくこう様子掴んだ感じですね。中央です、サウスポーが遠藤、右足前、ゴミに似てますね。あ、なんとなく左、右につなげます。めちゃくちゃ踏み回すとこも。そうですね、遠藤ですか、なんか構えといい、左といい、はい、まあ、あのセコンドにもついてますから、武神塾の加藤さんって元極真空手の人がですね、あのやっぱり遠藤選手もそれに習ってるんで、あのそういう共通点はあるでしょうね。うん、まあ、ゴミ選手と一緒に練習したこともあるんでね、木内道場ですからね、はい、はい。朝日さん、一方のこうビンス・オーティーズがこれなんか独特の構えというか、わからないですね。ただ今もうアメリカはもう爆発しちゃってるんで、もう誰かもうとんでもなく名前なくても強いなんか出てくるんで、本当わからないですよね。このロングアッパーで入ってきました遠藤。さあ組みついたらどうなるか。ここまで組みつかせなかった遠藤、距離を取ります。国籍はメキシコだということです。お母さんがメキシコでお父さんがアメリカの方のようです。ワンツー、沈んだ、右入りました。さあダウンカウントが入ります。朝井さん、今やっぱりねって言葉ありました。あ、驚いて、おい、なんだよっていう。今本当気をつけないと、向こうはもう誰か出てくるか分かんないんで。いや、関根さん、ちょっと驚きましたね。そうですね、今までそんな感じなかったんですけどね。ちょっと慣れないですね、カウンターに入っちゃいましたもんね、今ね。正直、いつ打撃で終わらせるか。しかし右だった、危ない。さあ、カウンターに入った、ダウンカウントを取ります。ダウンカウントがあります。シュートは、あ、ちょっと聞こえていませんね、これもう意識もないか。ダウンカウントのあるルールは経験ないのか。そうですね、いやいや、聞いてる、聞いてますね。完全に膝に来ています。あ、もうカウントするので、なぜなんだ、観客席からまあちょっとこうざわついている感じもあるのか。さあこれで決めてもらいましょう、遠藤。いや、ただお互い気をつけないと。そう、気をつけないとね、カウントありますから ね、 もうボクシングやってるんで下に振ることもないし、はい、はははこの構えだったら逆に下から振った方が崩れると思うんですよ、遠藤君が。その冷静さがあるか、遠藤。今度は組みついていく形、バックに回ります。関根さん、ここまで来てもまだそういう意味じゃ分からないってことですね。そうですね、さあ振り回った、しかしすごいことになってる。体がちょっと半分出ていますか。もうほとんど入っているようにも感じますが、この体勢でどんどんブーブー、これめっちゃ初めてですね。なんとも言えない、相手地獄ですわこれ。これはもうファイトの瞬間どんな動きするのか、2人が。これちょっと珍しいシーンですね。さあそのまま体を預けていく、締める締める締める。これは KO 決着ではなくて、これ1本なのかスリーパーなのか。さあキャッチボールがありました。体を伸ばす、完全に後ろ足も伸びた。落ちちゃうんじゃないですか。ちょっとその表情も確認できないところです。動きが止まるか、止まった、レフリーが止めた。スーパー遠藤裕介失神です。いや、ヒヤヒヤさせてくれましたが、最後は1本で勝利。遠藤、関根さん、どうでしたか。危なかったですね、これはね。まあ、あの K
ケージコロンボみたいな感じですよね。なんか弱そうに見せといて急にカウンターを。第1ラウンド3分34秒。まさにでもちょっと騙されましたね。そうですね、騙されましたよ。水木さんだって弱々しいほどの構えに見えましたもんね。そうですね、だからやっぱ見た目で判断しちゃダメですよね。ということですね。倒せるパンチ持ってるわけですからね、カウンターでね、ダウンできるパンチを。だ遠藤もちょっとそこら辺気をつけなきゃいけなかった部分ですよね。はい、はい、まあ、最終的には1ラウンド3分34秒スリーパーホールド。これ途中のシーンですね、ちょっと見てみましょう。まあ、共にダウンを奪い合った後です。まあ、朝日さん、でもここでドントムーブっていうのは珍しいシーンですよ。いや、まあ、正直言ってレフリーもしんどかったやろうなって、確かにみんなしんどいですよこれ。まあ、いわゆる打倒局ですよね。打にこだわらなかった遠藤が良かったっていう部分でありますからね、うん、無理に打ち合いに行かずに掴めるところは掴んで極めたっていう。